皆さんこんにちは。登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山飯などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。皆さんこんにちは。はい、今回はね、岐阜県鏡ヶ原市の鏡ヶ原アルプスの一座権現山のね、登山口に来ています。今回ね、ここの山に来た理由はですね、この権現山、日本一ね、道迷いが起きやすいポイントがなんかあるらしいんですよ。それね、つい最近その大人気登山系 YouTuber のね、ヤギちゃんと、ヤマップがね、コラボして、そのポイントをね、チェックしに行くなんて動画もアップされたりなんかしてました。まあその安全快適登山をね、主軸とするこの林木チャンネルとしてはね、そんな危険な場所があるんだったらね、ぜひチェックして道迷いを防止するためのヒントっていうところをね、見つけて安全登山のね、啓蒙活動にね、力を入れていきたいなという思いでここにやってまいりました。ということで、今回はね、本当に低山なんですけど、まあ、そういった遭難対策っていうね、非常にね、重要なミッションになっておりますので、頑張っていきたいと思います。それではレッツゴー。今日の林木のファッションチェックということで、ちょっと見ていきたいと思います。需要あるんかいって始まるんだよね。はい、上はね、ノースの休館速乾 T シャツ、そしてベースレイヤーはね、ウールのロンティーを着ております。ちょっと袖まくっちゃってますけどね、暑かったんで。で、帽子はモンベルの、キャップに、サングラスはスポーツオーソリティタラソブルバっていうね、プライベートブランドの、サングラスです。で、ボトムスは、ノースのアルパインライトパンツ、シューズはアクティブハイクサミットハンター、まだね、出たばっかのやつですね。はい、そしてソックスは、ワークマンのウール 60% のね、厚手のね、ファイルソックスを着用しています。ザックは、エクステドの、アタックザック、防水ザックですね。そして、アタッチメントとしてスナップ、パーゴワークスのスナップと、まあ、ムートのね、ボトルフォルダーをつけています。で、あとショーウィルのね、サコッシュ、まあ、これいつものやつですよね、というような、装いになっております。なんかめっちゃ久しぶりにこういうね、里山低山歩いてるんですけど、誰もいなくて、なんかね、未知の生物が現れて遭遇しそうで、なんか怖いですね。いや、今んとこ不気味でしかないっす。さっきなんか藪の中でガサガサとか落として何とか思ってびっくりしましたよ。動物かなんかですかね。はい、今このポイントに来ました。これまっすぐ行くと、ルートじゃないんでね、ただまっすぐ行くとね、こんな感じで林道が続いてるんでね、まっすぐ誤って行ってしまいそうな雰囲気も漂ってます。で、このマップ見てもらう通り、左側に行くと北山、ここ登っていくとね、北山で、そして右方向、こっちですね、登っていくと権現山、日本一道迷いが発生する権現山になります。じゃあちょっとね、権現山に向かって、標高差 150m ぐらいですかね、まあ大した標高差じゃないんでね、はい、きっとどんな感じなのかね、注意しながら行きたいと思います。まず序盤ですけど、結構な急登をね、登ってます。あと登山道はね、すごく明瞭で道迷いしやすいような、感じのポイントは今のところは全然ないですね。はい、こんな感じのね、ルートだったら道迷いするっていうのはちょっと考えにくいのかなっていう感じがします。にしても今日、まあ秋なんですけど、気温が高くてね、めちゃめちゃ暑いっす。これはね、ちょっと涼しく快適な参考だと思ったんですけど、想定外でした。多少眺望開きましたね。トラバースっぽい緩やかなね、傾斜のルートに入りました。今のところ道迷いしそうなポイントはなかったですね。なんかヤギちゃんが間違えそうになったとかあったんですけど、僕は全然ね、
むしろ何も気にせずにね、正義のルートを辿ってました。まあ意外とね、その辺は結構もう慣れてきてるんで、そういうトラップに引っかからないようになってきてるのかもしれないですね。まあ暗かったりすると分かんないですけどね。ちょっと今はこう真っ昼まですごく明るくてね、歩きやすい状況なんで、はい、とりあえず順調に来ています。分岐に来ました。標柱はここですね。三つ股になってます。左ちょっと藪の向こうですけど、こっちが長山城跡で、右に行くと権現山で、こっちがね登ってきた道になってます。ピンクテープが貼られてますね。まあここはね、標柱もある通り道迷いポイントじゃないと思います。ちょっと後でね、こっちの長山城跡もね行ってみましょうかね。眺望良さそうなんでね。はい、じゃあ右に行きたいと思います。権現山、こっちですね。もう間もなく権現山山頂到着すると思います。316m っていう風になってますね。はい、権現山山頂到着しました。これですね。はい、秋田見権現山316m。ちなみにね、ちょっと余談なんですけど、権現山って至る所にあるじゃないですか。なんかね、そのインドのもともといた神様がそこら中にね現れて、まあ、そこをね権現山っていう、まあ、化身、神様の化身という形でね表現しているとかいう話なんですけど、まあ、僕も、ね、詳しいことは分かんないですけど、まあ、そこら中に、まあ、そういうちょっとね神様の関係なのかなとは思ってたんですけど、やっぱりそういうことだったみたいです。はい、ようやく到着です。ちょっと休憩しましょうかね。これが噂の、登山日記。ちょっと中身見てみましょうか。ここね、ヤギちゃんが来てね、登山日記になんかサインされてったんですよ。ヤギちゃんありがとうって、やっぱり見に来てる人いるわ。おお、ほんとだ。でもなんかあんまり来てないね。ここにこのページ見えます？ちょっと明るすぎて見にくい。こっちの方が見やすいね。ヤギちゃんとヒゲ隊長のサインです。はい、こんな感じで。じゃあせっかくなんでね、ヤギちゃんこ。見ましょう。で、こっちがヤギちゃんありがとうっていう、まあ、こういうね、あれで、まあちょっと、あれですね。かなり、林木式はこんなスピードに来たってことは、ミーハーなカテゴリーに入るんでしょうか。じゃあ、とりあえずね、僕もサインしていこうと思います。はい、今、せっかくなんでサインをね、書きました。10月23日、ね、ちょっと絵心ないのがあれですけど、はい、いいね。おお、しまった。1ページ飛ばして書いちゃったよ。やっちまったぞ。おい、ヤギちゃんのがここにある。いやー、まあいっかね。すいません、ここに書きました。なんか眺望がなんかね、いまいちみたいな話してましたけど、意外と眺望しっかりありますね。景色いいっすよ。で、316m のね、標高からの眺望、これはなかなかいいんじゃないですかね。
はい、さっきの長山城跡の方に分岐に戻ってきました。はい、現在地ここですね。でここ正規のルートじゃないですけど、このルートね、ここのピークまであるんで、はい、ここまでね向かいたいと思います。ここになんか注意書きがありますね。急斜面で道が細い、岩とザレ場で滑りやすい。これ全然なんかもうルート全く関係ないところ行っちゃってる人がいますね。かなりやっぱこういう、ね、道迷いしやすいところというか、なんかもう好きな勝手になんか皆さん行っちゃってるんですね。やぶん中突撃して、まあ、ちょっとあんまりねそういう踏み跡全然ないようなところにね突撃していくのはやめた方がいいと思います。まあ、こういうとこもねなんかちょっと踏み跡っぽいのがあるんですよ。でも木でね、そっちじゃないよっていうような識別がありますけど、だいぶ下っとるな。だいぶ下ってるのこれ。あ、そんなことないか、10メーターぐらいか。これで眺望なんもなかったら嫌だね。こんなヤブの道嫌だね。好きくないよ。なんか向き来た。長山城跡。なんだかすごい分岐だね。裏中。はい、もうちょっと。長山城跡到着しました。いや、ここ行き止まりなんだね。あ、でもこれまだ降りれるじゃん。高間ヶ原、伊豆方面ルートないけどね。はい、こんな感じでございました。特に眺望があると思って期待してたんですけど、何もなかったっす。じゃあ早速もう外から本源山戻ります。結構下ってきたよね。芥見権現さん戻ってきました。いや、長山城跡、ちょっと行ってみたんですけど何にもなくてね、なんかトレイルは怖いしろくなもんじゃなかったです。いやちょっと無駄に体力使っただけって感じですね。はい、それじゃあちょっとね、ここからが道迷いポイントのね、日本一道迷いが多いポイント、ここからなんで、はい、向こうのね、そのポイントに向かって進んでいきたいと思います。見えます？マップ、ここにね、危険ポイントの注意箇所のね、ヤギちゃんがあげとるやん。ヤギちゃんがあげとるやん、これ。いやー、なんかもう日本一迷いやすいポイントがなんかプロモーション見たくなっとるね。そういうことかい。これ面白いね。で僕もちょっと上げておきましょうか。ここがね、一応日本一道迷いしやすいポイントってことなんで、ちょっと現地にね、着いたら検証していきたいと思います。ちょっと暗いですけどね、多分ね、そろそろなんですよ。この急坂を下るとあったような気がするんでね、東側の斜面なんでね、暗くなるのが早いですからね、東側の斜面は。西日にね、日が傾くと、もうこんな感じでちょっと薄暗くなってきて、もう夕方にはね、かなり真っ暗になってくるから、本当にそういう意味ではね、ちょっと遅い時間に、変なね、道に迷い込むと、大変ですよね、本当に。焦っちゃってね、逆に。余計なところにこう、どんどん迷い込んでったりしますからね。本当に登山はね、早で早尺って言われてるのが、まあ、そういう意味でもね、よくわかりますよね。まあ、もちろんね、低山だからといって必要な装備を持たない、まあ、つまりヘッデンを携行するとかですよね、
暗くなった時にね、減って持ってないと一枚にしちゃいますからね。あれ、過ぎてる。あ、まだだった、ごめん。なんか道迷いにするところをわざわざ探してるっていうね、おかしな状況になってますけど、まあ今回はそういう、ね、企画なんで、ね、日本一道迷いしやすいポイントからね、遭難の道迷い遭難のね、予防の対策を検証して学ぶという、そういう趣旨ですから。すごいな、このつづら折りの急登、結構急登なんですよね、想像以上に。150m ぐらいのね、標高差なんですけど、それだけがね、なのにこんだけの急登ってね、こっちだね。本気ないよ。おお、危ない危ない。ザレッとね。これか。あ、これだこれだ。はい。日本一道迷いしやすいポイントに到着しました。ここです。これ今ね、こういう風に行かないようにね、標識立ててもらってるんですけど、桐谷坂右っていう風にね、こっち側が正規ルートです。で、これ直進するとね、これもう踏み跡がめっちゃついてるんですけど、やっぱり大勢ね、道間違えてやっぱり進まれてるんでしょうね。ここが日本一道迷いしやすいポイントです。ヤギちゃんのマークはちょっと違うところについてるんで、ここにつけといてあげましょうかね。これちょっと位置がね、ヤギちゃんの位置ここなんで、ちょっと位置ずれちゃってるんでね、ここなんでね、このポイントでちょっとつけておきたいと思います。はい、今ね、ここのポイント、フィールド名を残しておきました。ここに標識ね、ありますよね。こっちにね、行っちゃダメなんですよ。行くのはこっちです。こっちがね、正規ルート、そしてこっちが間違いやすい直進してね、行ってしまう間違ったルートになります。で、フィールドメモ残しといたんでね、ちょっと今見ようと思ったんですけど、ちょっとすぐは確認できなかったんで、また後でね、この辺に出しときます。はい、ちょっとね、今回はね、検証ということで、もう一度ね、その道迷いしやすい、この道迷いが起きやすいね、プロセスというところをちょっといろいろ見ていきたいと思います。もう一度ちょっとね、上から同じこのね、ルートどんな感じに見えるのかっていうのを、ね、もう一度確認してみたいと思います。はい、それではね、日本一道迷いしやすいポイントへのリプレイです。急登をね、下っていくわけですけど、こうつづら折れになってますよね。つづら折れの急登を下っていって、こう頭の中をね、そのつづら折れの急登を下っていくんだっていう、まあ、そういう、考えにもうね、行ってますよね。で、こう急登がようやくもうつづら折れがなくなって、直進のルートに変わりました。そして直進のルートになって斜度が緩くなります。はい、ここのポイントですね。本来ここである右側の方にね、曲がっていかなきゃいけないんですけども、こう角度がね、鋭角に曲がってるんですよ。こう右の方にこういう分岐じゃなくて、こういう風に視界から切れていく方向に分岐してます。まずここがね、一つ間違いやすいポイントですよね。鋭角でマイナスに角度がね、ついている。で、そして斜度がね、急斜面から緩斜面にこう傾斜が変わるんですよね。そして直進方向へ、すごいね、明確なくっきりと踏み跡がついています。で、これで安心して、あ、まっすぐ行くんだなっていう風に錯覚を起こしてしまう。これが一つね、道迷いが発生しやすいね、ロジックだと思います。このね、脳がね、錯覚を起こしてしまうんですよね。でも確かに分かりにくい。
しようということで、直進したらどんな風になるのかっていうのをちょっと見てみたいと思いますね。ルート的にはこのまま直進していくと、さらにね急傾斜になっていって、ちょっと岩稜帯になっちゃうのかな。でもものすごい危険ですよね。ザルでたりしたらね、滑落のリスクもすごく高まってきますので、ちょっと直進してどんな風になってるのかっていうのをね、確認してみたいと思います。まだやっぱり踏み跡ついてますね。でもしかしたら眺望があって、その眺望ポイントで眺めがいいから見に行くっていうので、こう踏み跡がついてるって可能性もありますんで、下山しようと思ってここに紛れ込んじゃうっていうケースとはね、またちょっと別の話かもしれないですけどね。ちょっと下り始めましたね。はい、下り始めました。まだまだ踏み跡しっかりついてますね。ちょっと雲の巣が。さあ、どんな感じになるのか。あ、やっぱり行き止まりになりました。予想通りですね。やっぱ眺望ポイントです。すごい岩場のね、ところに出てきました。これをまっすぐまだこうやって無理やり行ってね、あの向こうの岩場を降りてこうなんてことすると、多分ものすごい危険な、ルートになっていくんだろうと思います。まあ行けないことはないんでしょうけどね、かなり、危険なルートで、まあ、もちろん登山道ではないですし、はい、こういうね、からくりでした。ただまあ眺望は素晴らしいですね。やっぱりこういう眺望眺めがいいところね、地元の方知ってたりするんでね、ここでちょっとのんびりお弁当食べたりとかね、まあ、そういうことされてる方の踏み跡をね、下山のルートと間違えて、錯覚するっていうことは、まあ、特にこういうね低山なのかなと地元の方がね歩かれたりしますので、起こりやすい、道迷いが起こりやすい原因になるのかなと思います。ああ、大変失礼いたしました。はい、ここにね分岐のねマークがあります。右に行くと、右っていうかまっすぐかに行くと霧谷坂、これ北側に進むルートで、これもう街道じゃねえのこれ、もうかなり荒れてますよこれ。で、ルート上ね存在してないもの場所がこっちなんですけど、これ道踏み跡あるんですよね。で、この分岐の地点をね、ヤギちゃんがね乗せてくれてたんです。このポイント、僕がさっきね言ってた、その日本一道迷いしやすいポイントのね話じゃなかったです。ここでしたね、ヤギちゃんはここの場所を指摘してたんですね、道迷いしやすいよ。まあ、さっきのがね看板ありましたんで、こっち行くとね確かにねこれ踏み跡ついてるんでね、降りていけちゃったりするかもしれないですね。結局右側の方に降りさえすればね元に出ちゃうんで、 150m ぐらいなんで、まあ、正直獣道行ったってね下に降りれるっちゃ降りれるんですよ。ただ正規のルートはね、まあ、こっちね、今こうあれ正規のルートが右になっとるぞ、こっち、あ、いいのか、行ってみましょうか。これ今こうなってますね、方角的にはこっち向いてますよね。ただこれがこう右の方にね曲がって、この方向がね変化してくるわけですね。こういう感じで、こういう感じです。で、正規ルートはこうなってますよっていうことですね。でさっきのところちょっと方角的にね、これ GPS のこの方角マーク見ててもね、ちょっと分かりにくいですね、言われてみたら。確かにこれはちょっとね道迷いしちゃう可能性はあるかもな。だけどさっきのまま直進するとね、こっち下の方行っちゃうんで、尾根筋に、まあ、ある程度、2、30メーター進めばね、
分かると思います。おかしな方向に進んでるなっていうのが、この赤いルートから外れますんでね。まあちょっとね、これ正直言っちゃうと、これ今 GPS アプリヤマップ使ってるんですけど、今ねちょっとヤマップからヤマレコにユーザーがね流れてたりするっていうのもあるんですよ。っていうのもヤマレコはね、踏み跡のね、他のハイカーさんの踏み跡の軌跡が残るんですよね、マップ上にオレンジのドットで。なんでそのドットの踏み跡見てるとね、どの道が正規ルートで、どの道が間違ったルートなのかっていうのが割とね、リアルに分かるんですよ。まあそういうのもあってね、ちょっと最近ではヤマレコユーザーさんかなり増えてきてるんですけど、まあヤマアップもね、ちょっとその辺の道迷いポイント、まあ今こういうユーザーのねフィールドメモっていうところに頼ってるようなところもあるので、何かしらちょっとヤマレコさんとね同等レベルの何か対策があるとね、ヤマアップ利用者ね、今後も順調に増えていくんじゃないかなと思いますけど、ちょっとそこが気になりました。で、登っとるやんかい。はい、お疲れ様でした。ただいま戻ってまいりました。はい、いかがだったでしょうか。今回のね、日本一道迷いしやすい登山道、検証してきました。やっぱりね、本当に改めてこうしてやっぱり迷いやすいポイントっていうところを観察してみるとね、やっぱりいろいろとその道迷いしやすいね、要因というのが見つかってきましたよね。特にやっぱり条件がね、やっぱり暗くなってきたりとか、慌てていたりとかね、天候が悪かったりとか、まあ、さらにね条件が悪い、条件が重なるとですね、道迷いというのはより一層ね発生しやすくなるんじゃないかなと思いました。はい、この動画をね見てね、やっぱりこういった箇所ってここに限った話じゃなくて、いろんなところにねやっぱりありますんで、やっぱり注意してね、参考して道迷いに、防止していただくように、注意していただけると、道迷いによるね山岳遭難っていうのを防止できるんじゃないかなと思います。はい、今回は以上になります。この動画が良かったと思いましたらグッドボタン、そしてねチャンネル登録もらう方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。